だからその日もなんかお昼ぐらいに入ってくる筋をやってるのはなんかもーちゃん知ってる人だったらしくて、ちょっと若い人で、そんなに間がないよね、うん、だから、あの昼もするって、あの本腰で聞いたら目とか開けてるんで、社内で来るかもしれないって感じがわかんない。逆に外出るんであれば、あのマグマスクの方がいい、はいはい、もうコンテナ到着して入れ替え終わったらとか言われると2083の後そう、はいはい、2083から次の5461の間が開始だ。そうですね。うん、ああ、甲府のバイトが、ああ甲府もそんなにいっぱいないんですか。そうですか、うん、F 会のカレー屋連れてってもらえました。ああ、会計で、お昼のやつが変わっちゃって、時間がすごい早くなって、自分の作ってる時間があるんですよ。で、僕なんか15を受けたりするんですよ。どっちですか、引っ越し込んで待ってる。いや、僕を仕込んだ後に、時間を仕込むんで、お話しして、東京が一番下の隣のところで40分待ちなんですよ。あ、私もで、そこで僕らと飯食い、飯食い以外買いに行って、戻ってきて飯食って、で、タンクを押し込んだ後に、あの朝持ってったタンクを引っ張り出して、うん、中線に飛んだけで、コンテナ行ってた。コンテナだけだったら、めちゃくちゃ時間あるんだけど。そういうこと、まだまだ撮影の手順か？あ、でも買っちゃってるよ。あ、それでいいの？22年かな、だから、の秋口に、やっこさんが6号機とか乗ったのって言うんで、あの始発の朝乗って、行ったんですよ、竜王は。で、その時の蘇生というか、その入れ替え見てたら、あ、もう、あの当時とはもう全然変わっちゃってて、違うんですね。うん、はい、だから、それだったら、そうだね、あと竜王は、午前中とかも基本もう全部電気でやるんで今、はい、それが意外と逆に時間かかっちゃってる。五ダイヤって仕事で2083から5461なんだけど、来月までは、日にもよるんだけど、ほぼほぼ5460、5461が動いてないんで、今全部中抜けになっちゃうと、